はい、皆さんこんにちは。今日はスクランブラーで出かけております。今日はまあスク散歩という感じですね。雑談をしながらですね、今日は、昔の自販機、オールド自販機のところに行きたいと思います。仲良し自販機コーナーというですね、まあ近くにそんなところがあったんだとね、しばらく前にツイッターで知りまして、っていうのもなんかね、ひょんなことからっていうか、なんか荒らされたんですね。それがツイッターに上がってて知ったっていうね。まあそれでね、こんな近くにあったんだってその時思ったんですけれども、で行こう、なんかでも近いからちょっと近すぎてね、ツーリングにはちょっと、微妙だなと思ってたんですけれども、まあ今日いざ行こうと思ったらですね、50分ぐらい、36キロだったかな、そのぐらいはあってですね、まあちょっと お昼のツーリングにはまあいいかなっていう感じですね。まあ今日は全然出かける気なかったんですけれども、雨が降るってね予報だったんでね、 桜咲いてる、でそれがね、もうとにかく今週末ずっと雨っていう予報でね、これはもう週末まで全部ダメだなと思ってたんですよ。だけどね、なんか雨が、意外に降らない。まあこれが春ですよね。このね、予報がね、全然予測がつかないところが春だなって感じがしますけれども、まあちょうどいいなと思ってね、ちょっとお昼食べて帰ってこようかなっていう感じで今出かけております。といっても今12時50分ですね。到着が、あれ、ちょっと待って、雨降ってきた、ポツポツ来たな。今日はねカッパ持ってきましたよ、さすがに。あ、だけどグローブこれなんだよな、これも濡らしたくないな。今日は23度ということですね、バイクの温度計によれば。なんですが、この間の1290で出かけた時、21度とか20度とかね、19度とか、あの時よりもなんか寒いっていうか、ちょっとあの時よりね少しあったかいの着てるんですけど、中に、でもそれでもちょっとなんか涼しい感覚なんですよね。日が照ってないからかな、やっぱ。まあ寒いほどではないんでね、いいんですけれども、その自販機のね、なんか荒らされたっていうのが、なんだか、なんですかね、その若者がふざけてですね、なんか壊して回ったらしいんですよね。で、なんか遊具みたいなのが置かれてるのと、あと自販機とかは一部なんか破損させられて、でそれで防犯カメラがねあるから、でそれでもってですね、警察に届け出たらしいんですよ。でツイッターでもね、こういうことがあって許しませんみたいな感じでね、でそしたらね、なんだか名乗り出てね謝罪してきたらしいですけどね。で親に付き添われてきた子もいたとかでね、未成年だったのかな、よくわかんないけど。でまあその被害届を取り下げはしなかったんじゃないかと思いますけど、ちょっとその辺のことはよくわかんないけどね。まあなんでしょうね、その最近の飯ってるじゃなくて、回転寿司のね、迷惑動画みたいな感じで、その Z 世代がやらかすっていうその流れの一つなのかな、わかんないけど。まあだけどね、結果結構その荒らされたツイートで多分知名度広がったんじゃないですか。だからね、なんかまあそれにね感謝ってわけじゃないけど、まあ、焼け太りとも違うと思うけど、でも結果的には、まあ、災い転じて福となすって感じかな。
まあちゃんとね弁償はさせたんでしょうし、ただその古いね自販機だからいろいろこう壊されたりするとパーツがね手に入らないとかもあると思うんでね、まあもう全部ね解決したのかどうかは知りませんけれども、まあちょっとそれに関してね思ったのは、私もねその猫を捨て猫をね拾ってというか育ててるわけですけれども、まあなんかね、まあその猫とね出会えてすごく良かったなって思っているのででもなんか捨ててくれてありがとうもなんか違うなとも思うしねでしかもそのね捨て猫拾った動画のおかげでその YouTube が登録者すげえ増えたっていうのもあるからね、普通に知り合いが産んだ猫もらってきましたとかではそうはいかないわけでしょ難しいところだもんね、難しいっていうかさ、その何微妙だよね、その捨てる人がねいいことをしてるということでは全くないと思うんだけれど、だからといってまあその確かにそのおかげであったのもまあありあるっちゃあるんだよなっていうね複雑な感じですよ。まあこんなこと言ってるとね捨てる人に正当化する理由を与えるからけしからんって叩かれちゃうかもしれないんですけどもね、まあそれは確かにそうですよね。さっきね今ガソリン入れましたけれども、180キロちょっとで 9.1 リッター、183キロで 9.1 リッターだから、まあ20キロかリッター20キロ、まあ下道で20キロですね、悪くないですね。この距離の中には林道も含まれてるんで結構一足二足でね、走ってエンジン吹かして走ってるのも含まれてるからそうするといいですね結構。ただね180キロを走って、まあ、まだランプはつかないものの残り距離が60キロとかだったんでレンジがね走れる距離が、そうすると、まあ、今もねその片道36キロだと行って帰ってくるには足りないっていうちょっとね、頼りないところがやっぱりそこはねちょっともうちょっとガソリン入ると助かるんだけどなって感じはしますけどね。さて、ちょっと今回は MotoGP の話を少ししようかなと思うんですけれども、今週末、まあ、今日はね、3月24日ですね、金曜日ですね、MotoGP がいよいよね今週末開幕するということでですね、MotoGP 今年の MotoGP 楽しみにしているところなどをですねちょっと、まあ、おさらいしていこうかなと思うんですが、まあ、まず大きな変化として、まあ、一つ鈴木が撤退したということをね残念ながらね、でそれとあとまあそれに伴ってという部分も含めて移籍がいくつかあったわけなんですよね。でチャンピオンチームのドゥカティワークスからジャック・ミラーが抜けて KTM に行きましたね。で KTM がブラッド・ビンダー、居残りのブラッド・ビンダーとジャック・ミラーがワークスで、KTM のブランドの、ガスガスがワークス、ガスガスワークスとして実質 KTM なんだけど、出てるというのがガスガスとして出てるというのはでホンダから移籍したポルエスパルガロですね。あともう一人誰だっけ、ラウルフ、じゃあエイドリアン・フェルナンデスかなだったかな、去年のモト2チャンピオンですね、小倉愛とね、
最後まで激しい、チャンピオン争いを繰り広げましたけれども、アイドリアン・フェルナンデスだった気がしますね。だから GP、元 GP デビューということになります。であと、まあホンダワークスが変わらずマルケスと、それから鈴木から来たジョアン・ミル、ホンダのサテライトチームとして LCR ホンダで、中上が継続と、あと鈴木からリンスですね。リンスと変わって、抜けたアレックス・マルケスがドゥカティの、あれはどこだっけな、プラマックじゃない方ですね、あれがいたところですね、バスティアニーニがいたところですね。でバスティアニーニがドゥカティワークスに行きましたということで、チャンピオンのバグナイアとペッコバグナイアと、チームを組むということになったわけですね。なんか雨ポツポツ来てるんですけど、ちょっと私の予定がもう狂い始めてますが、雨降られるんだったら帰るよ降ってきちゃう、帰るよ。こんなね、雨降ってまで自販機で食べに行かないよちょっとね微妙ですね、向こうの空の具合見てもね。雨雲レーダーは見たんだけど大丈夫そうだなと思って出てきたんだけど失敗だったかな。まあいいや。でね、ドゥカティプラマックは変わらずで、ザルコと、マーティン、ホルヘ・マルティンですね。であとアプリリアがアレーシー・スパルガロと、ビニャーレス、これは変わらずで、ビニャーレス、あ、じゃない、アプリリアがサブチームを作って、サテライトチームを作って、ヤマハだった、RNF っていうチームが、アプリリアのサテライトに変わって、そこに、ラウル・フェルナンデスですね、去年 KTM でレミ・ガードナーと組んで2人ともズタボロだったラウル・フェルナンデス、一昨年の Moto2チャンピオン、2位、ランキング2位ですね。でそしてあともう一人誰だっけ、あ、そうだ、ミゲル・オリベイラですね、 KTM にいた。オリベイラはなんで KTM から出されちゃったんだろうね。結果ビンダーよりも結果残してたような気がしたけどね。まあいろいろな政治的なというかですね、あのコネとかがの関係なのかもしれないですけどね、ちょっとわかんないですけど、まあ、ビンダーもオリベイラもまあ同じくらいの何だろう有望ではあったと思うんだけど、結果はオリベイラの方がちょっと出してたような気がしましたけどね、印象としてはね。浮き沈みが激しかったのかな。でまあ、私がね注目している点と、あ、そうだ、あとは一番あの、ヤマハですね、ヤマハワークスが、ファビオ・クアルタラロ変わらず、あとモルビデリも変わらずですね。で、まあ、私の注目しているところとしては、まあ、ランキング、チャンピオン争いとしては、まあ、当然もうタイトル取ってですね、ノリノリの、ペコバグナイアがまず、まあ、当然のことながら、タイトル候補でしょう。であとは、ファビオ・クアルタラロ、これはもう当然ですね。まあ惜しくもというかね、去年は逆転されてしまいましたが、まあ、実力的にはナンバーワンなような感じもしますね。まあ、実力的にっていうと一番やっぱりナンバーワンは
まあ、マルケスなんだろうけど、マルケスが、まあ、実力がナンバーワンでもマシンがね、なんかもうホンダが完全に迷路にはまり込んじゃってわけがわかんない状態になってますからね。マシンがもうメタメタでしょ。なんだかもう迷走しまくって、まだ迷走してるみたいだもんね。だってそのフレームをカレックスに発注するなんていう話になってるからね。でそれを発注したっていう話を今度はマルケスが、そんな話は俺には一言もなかったみたいなことでね言ってて、まあ怒ってんだかなんだか知らないけど、いやまあ俺に言わないとは何事だっていうことなんじゃないかなと思うんだけどね。お、何ここの道ちょっと入ってみようかな。あ、違う、ここ入っても何もない、変わんねえや。入ったことあるんでした。まあそういうことですよね。なので、注目ポイントとしては、まあまずバグナイアがはやっぱり、去年も後半からだいぶ怒涛の追い上げ、やっぱり得意なコースとかがあるっていうのも結構大きい気がしますね。それもあっての怒涛の追い上げだったんだけど、前半がだいぶね、そのワークスライダーとしてのプレッシャーやら何やら分かんないけど、いろいろとちらかってたわけですよね。でそれに対して、まあもう結果を出して自信もつけてですね、で、速さもね、もう安定して発揮できるようになったから、もう前半から突っ走る可能性もあるなと思ってるんですけど、でもそれだと面白くないんですよね。で、あとはクアルタラロは、まあ、実力的にはね、去年はタイトル取っても良かったと私は思って応援してたんですけれども、やっぱりヤマハがね、エンジンがちょっとどうしてもいまいちというところでですね、スピードが足りないんでかなり苦戦していたというところでね、まあ、それがね、スピードが、まあ、もちろんね対策をしてエンジンが速くなったらしいんですけど、テストオフテストではね、ただなぜか、一発タイムが出なくなったっつってハマってすごい悩んでて、 でもそれがなんかセッティングで解決したって言っていう情報も流れてきましたね。だからまあそうなれば、速さをね、単純にその直線の速さだけがねプラスされたとなれば、かなりいけてるというところにはなるのかなと思うんですけれども、まあ、その辺どうなのかなということですね。で、あとはまあタイトル争い的には、去年もね何勝か挙げましたバスティアニーニが、まあ、勝ちはしたけれど、やっぱり安定して結果残してなかったのがやっぱり響いたんで、その辺ドゥカティワークスのね、また全然違う、その立場でね、どうなのかと。まあ去年はね、はっきり言って誰も勝てるとは思ってなかったね、そういうチームじゃなかったから、サテライトのね、だからまあ表彰台とかね、まあそれはさておき、まさかね、そんな勝つほどとはっていう感じのポジションでもって何勝もしてた、すごい ノープレッシャーだったと思うんですよ。だけど今度はすごいプレッシャーがある中でのね、戦いになるんで、どうなのかっていうところですよね。まあそしてマルケスね、マルケスはまあ本来だったら、まあ実力ナンバーワンはもう誰も疑うところがないわけなんだけど、まあホンダの敵があまりにも悪いというところで、そこからどこまで這い上がれるかということですよね。全盛期だったらなんとかしてしまうところはあったけど、やっぱりマルケスは全盛期はやっぱ過ぎた感がちょっと出てきちゃってるので、その中でね、ちょっとこう出来の悪いマシンで果たしてどれだけいけるのか、
雰囲気的にはね、2、3回は勝てるかもしれないけど、タイトル争いは厳しいんじゃねえかなっていう気がするんだけど、でもタイトル争いにちゃんと入ってほしいですね、はっきり言ってね。それじゃないと面白くない、やっぱり。マルケス、クアルタラロ、バグナイアの三つどもえのチャンピオン争いを今年はやっぱり期待しますね。で、あと注目してるのは、アプリリアがやっぱりなんか出来がいいような感じがするので、まあ、エスパルガロはちょっと年的にももうそろそろ終わりっていう感じが見えてきてるところでね、ビニャーレスが本来の力を発揮したら もしかしたら、まあ勝利もそうだし、もしかしてタイトルに、でもね、ビニャーレスタイトルっていう感じのライダーではないなって、ね、思っちゃうんだよね。どうなのかな。で、あとザルコ、マルティンのね、ドゥカティ勢はもうとにかくチャンスが、もう車体がいいんでね、チャンスがあると思うんですけど、まあ、ザルコね、ずっと勝てないんですね。勝てそうで勝てないっていう中でね、まあ、1回ぐらい勝ってほしいなって思ってますね。で、あとアレックス・マルケスが私は覚醒する可能性があるなと思ってて、もうホンダでね、散々な状態だったんですけど、でもやっぱりね、そのマルケスと同じ遺伝子じゃないけど、まあでもね、やっぱ才能能力はねあると思いますよ。で、アニ・マルケスみたいに、なんですかね、いきなり速いっていうタイプじゃないなくて、Moto2でも結局だん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 こう、なんていうか、力をつけてですね、結果出していった感じなんですよね。だけど、まあ実際速さもあるし、ドゥカティでもしかしたらブレイクする可能性もあるなと思うんですよね。そこはね、ちょっと結構注目してますね。で、あと日本人勢としてはね、中上は、まあ、はっきり言ってもうかなり厳しいシーズンになるとしか思えない。もう去年からもうダメだったでしょ。一番いいところをもう過ぎちゃった感じがすごいするんだよね。2000年の勝ちかけたところとかあったけど、ああいう感じっていうのはもう全くなくなってしまったですよね。で、いけるんだっていう気持ちだけで全然もう空回りしてたから、今年もう完全に、去年ね、完全にもうシートがなくなるはずだったと思うんですけど、オグライが上がらないって、昇格しないっていうことで日本人枠として残ったから、井出光枠はね、だからシート残ったんだろうなとしか思えないんですよね、私は。詳しいところわかんないけど、もちろん期待してるというか、結果残してほしいと思ってるけど、ちょっと厳しい感じしかないですね。で、そのあと昨年末のね、その右手の指の怪我が、まあ手術してね、良くなったとは言うものの、結構大きかったらしいっていうのもあるし、で、結果そのテストでもなんかもう本当最下位ぐらいのタイムしか出してないし、うわ、雨だ、雨降ってきた。まあ
日本人のねライダー、MotoGP ライダーって、もちろんずっと応援してたし、ただ現実としてその青山も中野も結構最後の方っていうのは一回ねこうすごい輝きを放った瞬間かなりあって期待したんだけれども、なんかこう輝ききれずにその後こう沈んでいったんですよね。なんかねその表彰台いける優勝いけるみたいな シーズンから、よっしゃ次のシーズンはいよいよ本当の最後のっていうか本当の戦いだという感じで満を持して臨んだシーズンにあれっていうね、玉田とかもそうかな、あれっていう感じで、空回りして引退みたいなね、そういう流れを見てきてて、まあなんかそれにもうぴったりハマってる感じだったんですよね。だけどそこでね、今までだったらもう完全にもうシートなくなってたのに、そこで踏みとどまったんで、もう一回のこのチャンスをどういう風に発揮するのかどうなのか、まあ去年みたいにね、いやちょっとね去年以上に低迷するイメージしかちょっとないんだけど、まあでもその予想がね外れてくれたら嬉しいなとは思いますよね、ぜひ、で意外にその事前のそのテストのところで意外だったのが、KTM でいい感じでだったところからホンダワークスに移籍してイケイケのになるはずがね、どん底に地獄に落ちたポルエスパルガロね、でまたそれで出戻ったわけじゃないですか KTM、 まあガスガスというチームだけど同じマシンですよ。でそれでまあ同じようにねまた前みたいに速さを発揮できるかと思いきや、テストではなんだかすごい苦労して全然パッとしなかったっていうところがちょっと意外だった。あと、ドゥカティから KTM に移籍したミラーもなんだか意外に、なんかそういうのを器用に走れる感じのタイプに見えてたけど、意外に苦労してるんで、そこがちょっとどうなるかなっていうところですかね。あとはヤマハのねもう一人のモルビデリがドツボにはまりまくってるのも、これもまたちょっと何なんだか分かんないけど、ヤマハワークスのシートをよく保ててるなっていう感じにしかならない。なんでそんなにね、モルビデリもそのねえクアルタラロと同じチームでね、そのヤマハのサテライトでペトロナスヤマハでね一緒に走ってた時は優勝もしてたし同じぐらいの速さを発揮してたのに、なんでそうなっちゃったのか全く分かんないですよね。あれもなんだろう、怪我の後かな、やっぱ怪我っていうのはね大きな影響を与えますよね。多分ね人生考えんじゃないですか、本当にこんなリスクを犯してて大丈夫なのかみたいなね。多分ねMotoGP とかに出る人って本当にねもう頭の中の回路が焼き切れてるように見えるけど、多分ねものすごいポジティブ思考っていうか究極のポジティブ思考になってると思うんですよね。で、まあ、それは要は自分への
可能性とか自信とかっていうのをもうすごい確信してるから、だから運も含めて、だからね、その危険とかは頭では分かってるんですよ。だから大怪我するかもしれないとか、そういうことは分かってはいるんだけれども、だけどでも自分には絶対にそれが起こらない、もしくはなんか危ない状況になっても避けられるとか、そういうね謎の自信っていうのをね、確信を持ってるんですよ。それはもうね理屈じゃないんですよ。もう自分は大丈夫だっていう、なんとかできるっていう、もう本当にこの奥底の方にあるあの自信がねみなぎってると思うんですよね。でそれがやっぱり大きな事故とかで怪我とかで、まあその痛い思いをして、そして辛いねリハビリとかベッドの上でのね、あの苦しい治療とかをですね経験すると、やっぱりちょっとね揺らいでくるんじゃないかと思うんですよね、私は。まあ、想像ですけどね。でそうなった時に、その同じように能力を持ってね、別にその能力がそんな急に落ちるわけじゃないんだけれども、でもどこかでブレーキがかかっちゃうんだと思うんですよ。やっぱりバイクで走るのってちょっとその一か八かっていうか、要は次の週も全く同じ路面状態で、同じように同じ場所からブレーキかけて、同じようにバイクを傾けていって、同じようにグリップできるかどうかって分かんないじゃないですか。まあ、大体は大丈夫なんだけど、でももしかしたら落下物やオイルが出てるかもしれないし、雨がパラッ、ちょっとそこだけねちょっと濡れてるかもしれないしとかね、あとは同じで入ったつもりだったんだけど、ちょっとだけラインがずれてて、そしたらその路面がねちょっとへこんでるところをたまたま通ってしまうかもしれないしとか、いろいろあるけど、でもそういうちょっと偶然に支配されるような部分も含めて、自分は大丈夫だっていう謎の自信を持ってやるのと、ちょっとそこにリスクがあるっていう存在を意識するのとではやっぱり違うんじゃないかなと思うんですよね。でどこかでそういうブレーキがかかった時に、その本当に速い人の速さっていうものがちょっとずつ失われていくんじゃないかな。だやっぱりその体をね晒して、危険に晒しているからこそのやっぱりことだと思いますよ。いやパラパラ降って微妙な天気になってしまいました。あと 6.5キロ9分、さてどうでしょう。だからね、そういう意味で言うと、やっぱりすごいこう切れた走りをしていた、ロレンソとかね、ペドロサとかもやっぱり怪我の後にだんだんなんていうんですかね、その切れというかですね、驚くようなタイムを出すことが減っていったっていうところはねちょっとあると思うんですよね。それはやっぱりマルケスすらも例外ではなくて、やっぱりあれだけひどい目に遭いましたからね、怪我してその後何年もやっぱり引きずってね、やっぱもう怪我したくないって思うでしょ。そりゃそれがどこかでね心のブレーキになって、でリスクを犯すことを止めるんですよね。少しだけ慎重に行こうかなとかね。でそれが普通なんだけど、それをしないでいけちゃう若い才能がそこでその人たちに勝っていくわけでしょ。だけどその若い才能も結局いつかは
そういう同じようなことやってたら、結局いつかはね、桜満開みたいな感じだね。その同じようにね、やっぱり怪我をしたりしてですね、まただんだんスピードを失っていくんじゃないかなっていう気はしますけどね。まあそれかケーシー・ストーナーみたいにもうとっとと引退しちゃうっていうのが、まあ一番、まあ、ケーシー・ストーナーはちょっと別な理由っていうかね、そのモチベーションの問題もそうだし、あとなんとか入党不退なんとか症みたいな、ずっと持病があって、まあ、それに苦しんでたのもあったんで、まあ、ちょっとね話はまた別かもしれないけどね。だからね、今すっごい早い、すっごい早いけどなんか危なっかしいマルティンとかも、ちょっとどうなるかはちょっと、その大怪我する、まあ大怪我してるけどね、すでにねマルティンも、まあその辺どのぐらいまでね、その速さというかそのきらめきをね維持できるかなっていうところはちょっと注目してますが、まあバグナイアとかねクアルタラロとかはどうなんだろうね、もうちょっとトップで居続けるとは思うんだけどね。そのバグナイアとかクアルタラロとかは、なんだろう、めちゃくちゃリスクを冒して速く走っているタイプじゃないように感じるんで、そのちゃんと自分でコントロールしている中で速く走れるように見受けられるので、ただマルケスの全盛期みたいな化け物じみた速さは持ってないけど、でもその分なんか長持ちしそうな感じはしてるんですけどね。あとバスティアニーニはちょっとね毛色が違うっていうかね、すごくこうクロート好みな、後半になんか徐々に順位を上げてきて優勝みたいなパターンがねすごいあって、予選もそんな早くないし、私はあのバスティアニーニみたいなレーススタイルはすごい好きなんですよね。なんかレース後半になって、なんであいつがこんなところにみたいな感じから、なんでそんな早いのって、そして勝っちゃうっていうね、かっこいいですよね。まあただね、どうだろうね、チャンピオン取るかどうかっていうと、ちょっとなんか爆発力が足りないようにも感じるけど、でもそのコンスタントさで、お聖地まあいいや、スクランブラーだから平気だぜ。いや別にスクランブラーじゃなくても平気だけど、あと2キロ、まあ、そんなわけでですね、まとめると、タイトル争いは、バグナイア、クアルタラロ、マルケスで、ブレイクの注目は、アレックス・マルケスと、あともう一人あのミゲル・オリベイラね、KTM からアプリリアに行って、 KTM が仕上がりがね、まあ、はっきり言って微妙なところだったんだけど、アプリリアは
どうも調子がいいようなので、オリベイラね、もしかしたら KTM をあのドロップアウトというか弾き出されて帰って良かったのかもしれないっていうね、そういう展開になるかもしれないなと思ってますね、うん、なんかね、そうだね、ビニャレスよりオリベイラの方がなんか結果出すんじゃないかっていう気もしないでもないね。あとはまあちょっとホンダ勢は厳しいけど、まあジョアン・ミルとかリンスとかどのぐらい、まあ多分ね厳しいと思いますね、苦しむと思うけど、どこまで結果出せるかなっていうのはまあちょっと注目はしていくけど、あんまり期待はできないなと思ってますね。ホンダ勢でなんとかなるのはマルケスだけなんじゃないかなって思って、まあなんとかなったらそれはそれで面白い。であと今年はあのスプリントっていうね、スプリントレースではなくてスプリントって何が違うんだか謎なんだけど、それが行われるんで土曜日からレースが楽しめるというね、それも楽しみです。ということで到着ですね、ここです、仲良し自販機コーナー。うわ、そして降ってきたよ、なんだよ、何行こうかな。このステッカー、なんだ、俺のステッカーを持ってくればよかったな。アイドリングをストップせよ、神は見ている。これ勝手に貼ってもいい感じのやつかな。そして、あ、こういうのいいね、謎のやつ。あ、売り切れてる。コンポタージュ売り切れてるじゃん。ピリッと旨辛チゲ風スープ、こんなのあるんだ。あ、なんか飲んでみようかな。おでん缶、ほうほう。あ、飲む缶、飲むカレーだ。普通のセイコマの、セイコマのカップ麺だ。へえ。スナックゲーム、駄菓子ですね。この辺はまあ割と普通ね。レッドブル150円、これアイス、ほほほ。え、これはガムの自販機、ゲームコーナー。マスカレーって何これ、すげえなんか昔の雰囲気だ。300円、綿菓子自販機、土日祝飲み稼働。たこ焼き、あ、トッピング売り切れてる、120円、ちょっとだけ。あ、トッピングある、こういう風になってんだ。へ、普通のカレー飯とか、たぬきうどん、たぬきそば350円、
何にしようかな。結構売り切れてるね。アメネコセンター、あ、レンジがある。とりあえずタヌキうどんを食べます。うどん好きなんで。かき揚げうどんが良かったけど、薬味絶対触らないでください。はい、はい、来た。飲むカレーはやっぱ単独で食うには飲むにはきつい。ネギやパンに合うって書いてあるけどね、ほんとその通りっていうかね、ほんとカレールーまんまですね、まんまなんで。ちょっとポーク生姜ラッキーバーガー買っちゃいました。とてもじゃないけど単独で飲み切る気にはなれなかった。はい、ポーク生姜焼きバーガーね、これとおカレー風味でいただこうと思います。